スファルト錆びた雨を匂いに吸い込まれてきそうで、ずっと怯えながら小さく膝を抱えて低い雲を眺めていた。あの君がくれた優しささえなくしてしまうほど歪んだこの世界で、うつむきその時はいつでも僕がそばにいるから、君のために今すべてを捧げよう。叶うのなら求めたら繋いだ手を離さないで。ミライちゃん、行こう。うん。あ、お姉ちゃん靴になってる。いいでしょう。運動靴と変えてきちゃった。ゆうきくん、朝早いけど平気？平気。でもお姉ちゃんはダメだと思うよ。はあ？だってねむねむ大王でしょ。お昼まで寝てるもんね。ちょ、そんなわけないでしょ。学校あるっつーの。こら、待て。この道を歩いていくと麻布十番に出るでしょ。私の職場はすぐ近くなのよ。へえ、私もたまに行きますよ。人形焼き屋さんとか。あそこね、私もよく行く。焼きたてが美味しいよね。僕たちさ、自信がなくてもあったかもね。お姉ちゃんとマリさんが人形焼き屋さんで会うでしょ。そしたらマリさんと僕も仲良くなったかも。そうかも。きっとそうね。壊れてる。うん。早く取っちゃおう。うん。ここさ、うちのおばが修学旅行行って帰ったらもうできてたんだって。嘘だ。本当だって。2泊3日でできるわけないもん。まずは三軒茶屋の火災から。現在までに入りました情報によりますと、世田谷区三軒茶屋の駅周辺では本震直後から大規模な火災が発生しており。三軒茶屋ってマリさんの家のあるところ？うちは駅からだいぶ離れてるけど。次は高円寺。杉並区高円寺です。こちらでは道路を塞いでいる高架橋や河原、モルタルがさらなる拡大を助長している模様です。もうダメだ。続いて気象情報です。各所で堤防が決壊した荒川周辺です。台風の影響により東京湾よりアメリカ第7艦隊所属のドック型三茶のことは。そうだ、you
子ならなんとかなると思ったのに。あの、急いで帰った方がいいです。私たち置いていっていいですから。そんなことできるわけないでしょう。ごめん、ちょっと事務所寄ってみる。ひなちゃん、大丈夫かな？おいで。収まった？ありがとう、マリサ。私たちにできることがあったら。うん、ありがとう。ひな。
母さん！出かけてくるって外行っちゃいましたけど、もう勝手に。マリさん、ダメですよ。うわ、マリさん、もうちゃんと休んでてください。大丈夫よ、ただの貧血だから。さっきの子たち知り合いなんですか？地震のすぐ後、お台場で知り合ってね。家の方向が同じだから一緒に帰ってるんだけど、あの子たちどこに行くって言ってた？さあ、行き先までは行ってませんでしたけど。そう。本日12時5分ごろ、非常に強い余震がありました。各地の被害状況など詳しいことは分かっておりません。地震による破損が認められる建物、道路の陥没、亀裂が見られる箇所には近づかないようにしてください。建物や道路は目に見える破損がなくても。ありがとうね、あやちゃん。いえ、そんな。あやちゃんはずっとここにいたの？はい、配達に出てた皆さんと連絡取れなくなっちゃったから、片付けながら待ってようかなって。偉いわね。いや、そんなことないですよ。ほら、私一人暮らしだし、実家は帰るの大変だし、それにボロアパートよりもこっちの方がよっぽど安全っていうか。ねえ、あやちゃん。ごめんね、三軒茶屋のこと何か知らないかな？火事ですよね。私もニュースでチラッと見ただけで。そっか、そうよね、ごめん。いえ、気になりますよね。火事のことを聞くまでは、ひなにはおばあちゃんがついてるから大丈夫だって、そう思うようにしてたんだけど。海岸川岸には絶対に近づかないようにしてください。繰り返しお伝えいたし、どこも三茶のことやってないか。各地の被害、そうだ。タワー付近では被害が拡大しております。マリさん、二次災害防止のためのひな、写真撮られるの好きなんだ。こんな風に笑ってくれるとさ、つい撮る方もいっぱい撮っちゃうんだよね。路面の崩壊土砂の撤去工事、何でもかんでも背負い込んじゃダメですよ。ひなちゃんにはマリさんしかいないのに。マリさんだってひなちゃんのこと心配してるんでしょ？だったら、あの子たちの面倒は私が見ますから、早く帰ってあげてください。一人なら急いで帰れますし。急いで帰った方がいいです。続いては三軒茶屋の火災現場からの中継です。地震直後より発生した三軒茶屋駅周辺の火災は、地震からマリさん、今も燃え続けています。テレビでもやってます。三軒茶屋駅周辺で発生しました火災は、被害範囲が拡大しており、広がってるんだ。マリさん、いつものバイク屋さんならバイク貸してくれますよ。私借りてきますから、マリさん帰った方が。
あやちゃん、大丈夫？はい。あ、マリさん、違う。二人を探してくる。マリさん、あの子たちなら私が探しますから、マリさんはひなちゃんのところへ帰ってあげてください。あやちゃん、事務所で待ってて。二人が帰ってくるかもしれないから。行っちゃったのよ。来られなかった？先に行っていいですよ。私遅いですから。誘ったのにさ。はぁ？誘ったの俺なのに置いていけないだろ。なんだろう、こんな時に。そうだよね、置いていけないもんね。ねえお姉ちゃん、このバイクスピード出るかな？さあ、でも歩くよく早いじゃん。僕、家に帰ったらマリさんに会いに行きたいな。うん。うわあ、バカ、無理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 。平気？うん。早くマリさんに渡そう。せーの。マリさん。汗だくじゃない？二人とも。マリさん、これ借りてきたんです。これがあればマリさんすぐに帰れるよ。ありがとう。ごめんね、心配かけて。でも返しに行こう。え、なんで？早く帰れるのに。だってバイクじゃ三人一緒に帰れないでしょ。つけて帰ってくださいね。で、大丈夫か？マリさんがいるしね。私はしばらくここにいます。何かあったらまた来てください。
君たちもね。ま、歓迎はしないけど。今日は一雨来そうね。マリさん、よかったんですか？うん、ヒナはきっと大丈夫よ。お母さんがついてるもの。うん、そうですよね、きっと。瓦礫に埋もれた麻布十番、生存者を探索中です。